羽生結弦と織田信成の比較、フィギュアスケートの判断力を探るこんにちは。専門、ライターです。以下は、羽生結弦と織田信成のフィギュアスケートの比較についての長文の、YouTube 動画の文章です。読者の皆さんからコメントをいただくための文章をご提供いたします。タイトルと文章は、質の高いものになるように心がけましたので、ぜひご参考にして、ください。羽生結弦と織田信成の比較、フィギュアスケートの判断力を探る皆さん、こんにちは。今回は、フィギュアスケート界の二大スター、羽生結弦選手と織田信成、選手の比較についてお話しします。彼らの判断力に焦点を当て、どちらが優れているのかを探っていきましょう。まず、羽生結弦選手の判断力について考えてみましょう。彼は、独自のスタイルで、技術と表現力を見事に融合させることで知られています。彼のジャンプの高さや回転の速さは驚異的であり、その正確さはまさに芸術的です。また音楽との一体感を追求する姿勢も彼の判断力を高めています。一方、織田信成選手はどうでしょうか。彼は力強い演技と技術の安定性で知られています。彼のジャンプは確実で、滑りのスピードも素晴らしいです。彼の演技は、力強さと繊細さのバランスが絶妙であり、観客を魅了します。彼の判断力は、状況に応じて、最適な技を選び出す能力によって示されます。このように、羽生結弦選手と織田信成選手は、それぞれ異なる魅力を持っています。羽生結弦選手は、芸術性と技術の融合において優れており、織田信成選手は力強さと安定性において優れています。どちらが優れているかは個々の好みや視点によって異なるかもしれません。皆さんのご意見をお聞かせください。あなたは羽生結弦選手と織田信成選手のどちらが好きですか。彼らの演技や判断力についてどのような感想をお持ちですか。ぜひコメント欄にご意見をお寄せください。あなたの声をお待ちしています。以上が長文の YouTube 動画の文章です。ご参考になれば幸いです。もし他に何かお手伝いできることがありましたら、お気軽にお聞かせください。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひあなたのコメントもお待ちしています。チャンネル登録もお願いします。